まあでも川井が、まあ、序盤点取ってもらって楽になったとはいえ、はい、しっかり役目を果たしましたからね。そういうことですよね。で楽天にとっては左ピッチャーの先発でやっ、はい、ついに、まあ、今日がまさに左の先発は今年目だったんですが、はい、まあ、次いつになるかね、ローテーションの関係の判断ですけどね、はい、危ない。これスピリーは小山にちょっと一言二言声を言ったんですが、その後両ベンチから出てまいりました。まあ、今日は一回あそこで何かやってますよ。すごいですね。ちょっと川田コーチ、小山ですか、乱闘騒ぎにもちょっと今なってました。渡辺監督ですよ ね、 ですね。ああそうですね、監督とアンドリュー・ジョーンズですか。でも渡辺監督は今、手で制してますね。デッドボールを今日ジョーンズもね受けたというのもあるところもなんかあるかもしれませんが、あの時もちょっと睨んでたりもねしましたが、星野監督と渡辺監督は直接、まあ、星野監督の方がむしろこのなだめているふうにも見えますが、まあ、なだめるというかの、まあ、お客さんは逆にあのなんかちょっとこういうランド騒ぎで喜んじゃってる部分もなんかねなくはありませんが、うん、ただちょっとあの試合途中のアントニー・ジョーンズへのデッドボールも含めてのところもあったりもするかもしれません。単純に今当たっただけの騒ぎじゃなくて、他のなんか全然違うね今のプレーに関与してないところの、はい、人同士がかなりあの揉め合うような感じにも見えましたんで、ちょっとまだ、うん、これはでピッチャーの小山も相当エキサイトしています。触ってもなんか言ったんですか。ああそうです ね、 ね、はい、これあの小山の方が逆にこの後このちょっとこう勝敗した状況でね、警告を発し、警告試合としてこれからの試合を進めます。以上です。警告が出ましたかね、警告試合としてこれからの、まあ、といってもあとワンアウトで終わりなんですけれども、はい、警告試合、まあ、すなわち、まあ、次ね、危険な投球があればその最初なんですけども、でもここまで抜けてるボールですよ、後ろですよね。そうですね。あのこの投げていた小山がこう非常にエキサイトしてたのが、はい、すごく印象に残ったんですが、この後投げるというのは投げれますよ。大丈夫ですか。そんなに全然投げれます。全然投げますか、はい、そのなんかこう感情のコントロールみたいなのは大丈夫ですよ。大丈夫ですか。なぜかというと、小山は背中通した時に、文句を言ってきた外国人バッターに対して向かっていってるじゃないですか。はい、本当にあの失敗したなと思えば、向かっていくことはないですよね。うん、まあ、フォアボールはちょっとね、なんかまあそれはありえますよ、ね、ありえますけどね。ただお客さんなんかこう決着を望んでるような雰囲気がすごく感じますが、まあ、そうですね、雰囲気的にね。それは加藤剛さんもよくそれを期待してるでしょう。はい、さあ、3-2。ストレートってファウル。小山投手もね、投手むき出しですよね。そうですね。あのままホームベースまで来るんじゃないかっていうぐらいね、前に来てますよ。これがでも本当1点差とかだったらまた全然違うでしょうからね。そうですよね。はい、スイート打ち上げて、これはファウルです。ワンアウトというところで、まあ、両チームがベンチから出て入り乱れてのちょっと騒動もありました。ここからね、大逆転でもするとね、相当すごいことですよね。まさにあれがきっかけでとかね、よく言われそうな、はい、ちょっとね、そこまではあまり大きいことはね、点差があるし、ツーアウトですね。
り三振。小山の方はおっしゃというような、ね、感じでした、はい、そうですね。東北楽天ゴールデンイーグルス10対1、今日は楽天投打かみ合いました。おととい大量点で勝った楽天がこの3連戦2勝1敗、そしてピッチャーの河合隆は今季初登板で初勝利、先発として今日は期待された役目を十分に果たしたのは河合。逆にライオンズは、まあ、久々涌井を先発に挙げたんですが、涌井が3回5失点 KO、 非常に何か後味の悪い西武にとっては敗戦になりました。そして試合終了後もすぐに西武ベンチナインは変えらず、ちょっとなんかベンチから、楽天の方をじっと見た選手が、ね、多かったですね。そうですね、今監督のミーティングですね、相当ちょっと怒ったような口調で何か言ったようにも見えましたが、明日からいよいよファイターズ戦、ちょっと気持ちをしっかり切り替えて臨まないといけない3連戦になりそうです。河合が今季初勝利、6回6安打無失点という好投でした。